自己批判とは自分の誤りを自分で批判することである。これは個人が自分自身をどう評価しているかに関することであり、心理学においては典型的には人が自己アイデンティティを崩壊させる否定的なパーソナリティ特性として研究、議論されている。自己批判の反対は一貫性があり、完全であり、一般的にポジティブなアイデンティティである。自己批判は しばしば大鬱病と関連付けられている。いくつかの論者はある種の鬱病の兆候として自己批判を挙げており、一般的に鬱病患者は一般市民よりも自己批判的な傾向がある。鬱病患者は一般市民よりもより自己批判的であり、患者らは鬱病エピソード後も引き続き自己批判的パーソナリティを示し続ける。 自己批判に対して多くの科学的焦点が当てられるのは、うつ病との関連性によるものである。また、共産主義においては、自分の誤りを自発的に認め、公開の場で自分自身を批判することを指す。各国の共産党や当初の武装革命を支持した革新組織などで行われ、日本では自己批判に加えて、 集団で球断して吊るし上げることが行われた。自己批判はいくつかのネガティブな変数と関連している。あるサンプルでは、自己批判的パーソナリティは、視覚視点の違い、負の影響、自己イメージ目標、明白な自己批判と関連があった。これらはすべてうつ病の経験に関係する特性であり、自己批判がうつ病に影響を及ぼすことが明らかとなった。 パーソナリティ特性として自己批判が継続していることは、うつ病発症に対して脆弱な人々を発生し得る。シドニー・ブラッドは自己批判的で目標達成について常に懸念を持つ人々らは特定のタイプのうつ病を発症する可能性が高いと理論づけた。ブラッドとベックの両者は自己批判とうつ病の経験を評価するためのスケールを開発した。 多くの人格理論家が、ある種の鬱病のタイプを分類において、自己批判を挙げた事実があり、自己批判は、鬱病発症の危険因子であることが示されている。いくつかの宗教文化においては、自己批判が生涯満足のため、肯定的で不可欠な慣行であると考える。自己批判させられる、チベット人、女性いくつかの共産主義国では、ノーメンクラトゥーラに賛成していない党員らは、 時に自己批評セッションによって自らのイデオロギーの誤りを書かせたり口頭で声明を出すことで党内の新たな信念を肯定することとなった。これはソ連で誕生し、その後共産主義国家、各国共産主義を掲げる組織の主流派によって所属を問わず分派言動など反党行為をしたとみなした人物らへ行わされた行為。党員だった場合は、 組織からの除名処分、軽いと自己批判のみで済む場合もあるが、場合によって自己批判させられた後に粛清処分がされた。ソ連では大粛清やモスクワ裁判、中国では文化大革命や公衛兵による被害者が有名である。共産主義組織で生まれ、共産主義を標榜する組織などでは、集団での球団と吊るし上げと共に好まれていた。 共産主義体制化及び政党内では、指導層を含むすべての構成員が平等であるという、建前の下、個人の過ちを明らかにする原則唯一の方法で、あるとされる。そのため、ソ連などでは、権力闘争の勝者が、敗者に自己批判を強要し、左遷や粛清を正当化することがあった。ありがとうございます。